直通ブレーキとは、電車の空気ブレーキの方式の一つ。1868年に、ジョージ・ウェスティング・ハウスによって発明された。純粋に、空気圧制御で動作するものとしては、対別して、単行運転用の直通空気ブレーキと、連結運転用の非常便付き直通空気ブレーキの二種に分かれる。 SM ブレーキのモデルズ供給ダメと呼ばれる加圧された空気タンクから運転台まで導かれた空気ためくだと呼ばれる空気管を通して空気圧を供給し通常これを締め切っている制動弁を操作して開閉することで直通管と呼ばれるブレーキシリンダー直結の空気管に加圧しこれにより所要の制動力を得る非常に単純なブレーキシステムであるウェスティングハウスの付けた 形式名は SM で、日本では、その改良型である SM3 型が、炭鉱運転される車両に幅広く普及し、路面電車においては、現在もなお営業運転で多数が使用され、続けている。ただし、このシステムは、構造が簡単で、それゆえ、通常同期は、動作が迅速かつ確実だが、空気感が破損し空気が抜けた場合に制動が、かからなくなる危険があるため、保安上、 連結運転には使用できないという欠点がある。SME ブレーキのモデルズ SM ブレーキで問題となった列車分離事故発生時等の対策として、非常用の自動空気ブレーキ機構と、その指令に用いる非常感を併設した SME が、ウェスティングハウスの起こしたアメリカウェスティングハウスエアブレーキ車の手によって開発され、2から3両程度の短編成用として普及した。 この SME は、原型となった SM と同様の直通ブレーキ機構を備えるが、こちらでは、供給ダメに相当する空気タンクが、元空気ダメと呼ばれている。これは、非常ブレーキ部に補助空気ダメと呼ばれる非常ブレーキの動力源を供給する空気タンクが存在し、システム上これと区別する必要があるためである。非常便には普段は490キロパスカルの、 圧力がかかっており、緊急時だけではなく、非常管のホースが破裂した時も、非常ブレーキが作動する。非常ブレーキは、自動空気ブレーキと同様に補助空気ための空気を抜く、ことで作動させるため、安全性が向上している。ブレーキの加減圧は、従来の SM 制度と異なり、加減圧の速度が常に定められている。ポジションは、基本的に、減圧、重なり、乗用、 非常と4箇所である。機構的には M-18A ブレーキ制御弁と D-1 e 非常弁のペアで構成され、いずれも後には新型に置き換えられた。SME は日本の鉄道においては、主として路面電車から発達した都市間高速電車や地方の中小施設に広く普及したが、連結量数の増加につれて自動空気ブレーキや 電磁直通ブレーキへの移行が進み、現在では一部の連結運転を行う、路面電車などに見られる程度となっている。なお、ゼネラルエレクトリック車も、この SME と同様の機能を備えた、SE1 あるいは SE5 ブレーキ制御弁と EH8 非常弁の組み合わせによる、非常直通ブレーキを開発、実用化しており、日本では大阪電気軌道など、 同社製電装品を採用した初期の都市間、高速電気鉄道において採用された実績がある。SME は4両編成以上では、後部車の動作について、極端なタイムラグや機器の悪さから実用にならない、という欠点があり、一時は路面電車などの小編成の列車を除いてほとんど使用されなくなっていた。しかし、1920年代に、 アメリカで電磁同期弁による超大編成に適した制御方法が開発、実用化されると取扱いの簡便さから見直されるようになり、スミ HSC 電磁直通ブレーキとして再生した。もっともこれらの電磁直通ブレーキシステムの場合、依然として編成分断時などのフェール性不正に欠けるという直通ブレーキの欠点は残るため、通常は SME 同様に 自動空気ブレーキ相当の機能を併設する。さらに1960年代後半には日本で開発された電気指令式ブレーキにも応用されたため制御システムこそ大幅に変化したが直通空気ブレーキシステムそのものは現在もなお世界に幅広く普及し列車の安全確保に重要な役割を果たし続けている。現在 SME は 電磁弁制御を付加することで応答性を向上させ、長編成でも使用が可能になった。このため箱根登山鉄道や高松琴平電鉄では、電磁 SME と呼ばれる隅の特徴であるセルフラップ弁を通常の味方弁に置き換えた構成のブレーキを使用している。ありがとうございます。